ちろん食べても美味しいんですが、意外な姿に変身して地域を沸かせているというんです。動き出しそうだな。カニがもう叫んでるようなあの顔に全部びっくりがつくっていうぐらいでした。そこを外に、そこを外に。この日行われた地域のイベントでひときわ注目を浴びたのは、世界初タカアシガニでできた管楽器、タカアシガニリドゥ。管はカニの足、息を吹き込むと甲羅で音が反響します。ボイスパーカッションを巧みに使い演奏するのは、この楽器の制作者、北川和樹さんです。北川さんは1年半前に神奈川県から戸田に移り住み、地域おこし協力隊として活動しています。戸田の魅力を広く発信しようとひらめいたのが、特産のタカアシガニで作る楽器です。この独創的な発想はどこから生まれたのか。実は北川さん、この楽器のプロの演奏家なんです。ディジュリドゥ、オーストラリアの先住民に伝わる管楽器です。14年前から演奏家として活動し、現在楽器の制作も手掛けています。ディジュリドゥっていう楽器を作っていたから、カニの足を見た時に楽器に見えたんだろうし、そういうやっぱアーティストの部分っていうのは戸田でうまく活かせられたらいいかなって思ってますね。タカアシガニは世界最大のカニ。低音が響く楽器にするために、北川さんはより大きなカニを求めています。腕が太ければ太いほど楽器にしやすいもので、そういうのが上がるとちょっと見えそうだ。この日粘ること2時間。現れたのは体長3メートル級の立派なタカアシガニでした。いけるかもしれないですね。北川さんが3ヶ月以上待ちわびた大物、これで新作を作ります。でもその前に、カニを余すことなく味わいます。協力を仰いだのは地元の料理人。身を取り出す時には殻を傷つけないよう細心の注意を払います。さすがですね。あ、これ太くなるな。北川さん、楽器のイメージが膨らんできたようです。一方、甲羅の部分は来ましたね。ちょっとこの辺、はい、焦げ目が、いや、いいんじゃないですかね。楽器に仕上げた時の風合いを良くしようと、焦げ目をつけてカニグラタンに。焦げ目、はい、完成しました。地域の人たちにも声をかけ、食べるのを手伝ってもらいました。これから楽器になるので噛み締めて食べてます。楽器作りにかけるのはおよそ1ヶ月。地域に人を呼び込みたい思いを込めて作ります。まず手田に来てもらうことってすごく大事なので、それがこのタカアシガニリドゥでもあっていいと思いますけどね。人を笑顔にするよねって何人かにまず言われたんですよね。手田の方々がタカアシガニリドゥでもっとこう言ってくれみたいなのがあれば、もうどこまでも行きたいなっていうのは思いますけど。世界でただ一つ、タカアシガニリドゥ。誰にも真似できない発想で戸田の地域を盛り上げます、はい、北川さん
さんはイベントなどで要望があれば高橋ガニリドゥを披露したいということです。今後も地元を中心に地域の催しなどに登場する予定です。では続いて気象情報です。県内には